日本キリスト教団札幌協会、創生川通りから。日本キリスト教団札幌協会は、北海道札幌市にある、明治時代に建てられたキリスト教の教会堂。旧札幌日に教会としても知られる。教会は1998年に、国の登録有形文化財に登録された。登録番号は01から0008。 現在の日本キリスト教団札幌教会は、北海道庁の土木課に勤務し、教会の信者だった、ま山千ちよが設計を行う。この教会は、1904年に建てられたものであり、現在には当時札幌市で採石された札幌南市が使用されている。札幌市の中心を流れる創生側に面している位置に建てられており、所在地は、 札幌市中央区北一条東一丁目である。もともとは1889年に結成された札幌メソジスト教会が札幌市中央区の南一条西二丁目に木造の教会道を建設したのが始まり、その光景を担う教会道として同じく木造の教会道を1897年に現在地へ建設した教会道が 今日の日本キリスト教団札幌教会の前身となった。北海道におけるキリスト教メソジスト派の教会堂としては、函館市と小樽市に建設されたものの次に古い教会堂である。しかし、1903年の4月に教会堂が大化に見舞われ、消失してしまった。その後、翌年の1904年に、 木造から札幌南石を用いた石造りの教会道を建設、現在ある教会道の姿となった。この建設には、現在の北海道大学である札幌農学校の第一期生で、後に北海道帝国大学初代総長を務めたことでも知られる佐藤商会が携わった。創生側に沿った創生側通りを西側に面している教会道は、 西側にのみ等が建てられており、ロマネスク様式のデザインを基調とする。加えて、アーチ型の開口部分、頭頂部に設置された十字架、バラ窓など細部に、特徴のある作りは、ゴシック風のデザインを思わせる。内部公団は建物をイメージした柱で装飾が施されており、建物全体の平面は、ラテン十字型である。青い屋根や、 色彩豊かな窓のモザイクも特徴であり、建物の面積は233平方メートルを誇る。キリスト教信者たちの葬儀にも使用されているほか、牧師などによる説教も行われている。12月24日になると、クリスマス礼拝が行われるほか、午後にはクリスマスイブ礼拝として、キャンドルサービスをはじめとする各種イベントが催される。 日本キリスト教団札幌協会は1998年9月2日に国の登録有形文化財に登録され、札幌市より札幌、ふるさと文化百選の一つとして登録を受けている。ありがとうございます。